頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。ドゥラエレーネ前に行きそうです。ジオグリフそれに続いています。さらにはステラベローチェ、8番アウスバール、その後ろジオグリフ先手を取りました。トップナイフそれに続きます。その外にノースブリッジ、その後ろにモズゴールドバレル、その後ろからはシャフリヤール、すぐ後ろにボッケリーニ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。プログノーシス、すぐ後ろその隣にチャックネイト、しんがりからオーオーアマゾン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。さて先頭を見てみましょう。8番アウスバール、レースを引っ張ります。その後ろにジオグリフ、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。これに続くのがトップナイフ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてアウスバール、ジオグリフ、ほとんど差がありません。トップナイフ3番手、後続も追い上げていきます。アウスバール先頭、ドゥラエレーネ続いています。その外からはノースブリッジ、内からはトップナイフ、なんでステラベローチェ。短い直線に入って後続は届くかどうか。さあ先頭に立ったのはプログノーシス、ドゥラエレーネ離されていく。プログノーシス、これは決まったか。プログノーシス1着、プログノーシス完勝。続いてドゥラエレーネ、3番手にはジオグリフ。プログノーシス見事このレースを制しました。スタートしました。好スタートを決めたのはノースブリッジ、ステラベローチェ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくノースブリッジ行きました。続いて前へ行くのはステラベローチェ、後方に控えたのがプログノーシス。もう一度先頭から、先手を取ったのはアウスバール、ステラベローチェ、この馬もこのグループ、ノースブリッジすぐ後ろ、内からドゥラエレーネ、この集団にジオグリフ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。これに続いてトップナイフ、隣にはモズゴールドバレル、ここにオーオーアマゾン、内を通ってボッケリーニ、青の帽子シャフリヤール、その後ろプログノーシス、それに続いています。しんがりからジャックネイト、 1000m を通過。これは少々スローペースです。展開への影響はどうでしょうか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。さあ先頭はまだ8番アウスバール、2番手はステラベローチェ、間を挟んでドゥラエレーネ、3番手後続集団も追い上げにかかります。アウスバール先頭、ドゥラエレーネ続いています。ステラベローチェ、その後ろ離れてシャフリヤール。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。シャフリヤール先頭に立った。残り 100m、 プログノーシス離されていく。先頭はシャフリヤール、1着でゴール、2着はプログノーシス、3番手にはドゥラエレーネ、勝ったのはシャフリヤール、このレースを制したのはシャフリヤール。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。大方の予想通りアウスバール先頭を伺います。ドゥラエレーネ競りかけていきました。さらにはジオグリフ、6番トップナイフ、その後ろアウスバール先手を取りました。これに続くのがステラベローチェ、これに続いてノースブリッジ、ここにモズゴールドバレル、ボッケリーニ、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。すぐ隣にシャフリヤール、その横にオーオーアマゾン、その後ろにチャックネイト、最後方にプログノーシス。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。さて先頭に戻りましょう。1番ドゥラエレーネ一気に先頭に立ちました。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで先頭が変わりました。アウスバール、アウスバール、いい足で伸びてきた。ジオグリフ3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はアウスバール、トップナイフ続いています。ジオグリフ、その後ろ、その外からはステラベローチェ、離れてドゥラエレーネ。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭に立つのはボッケリーニ、プログノーシス抜けた、差が開いていきます。先頭はプログノーシス、1着でゴール、2着にはどうやらボッケリーニ、ドゥラエレーネ3着です。プログノーシス見事このレースを制しました。
タートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。やはり予想通り花に立ったのはアウスバール、続いてジオグリフ、さらにはステラベローチェ、1番ドゥラエレーデ、その後ろ先手を取ったのはアウスバール、モズゴールドバレル、それに続いています。この位置にノースブリッジ、内を通ってトップナイフ、その後ろにボッケリーニ、外にはオーオーアマゾン、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その後ろにシャフリヤール、これに続いてチャックネイト、しんがりからプログノーシス、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。もう一度先頭に戻りましょう。先頭は変わらず8番アウスバール、リードは1馬身から2馬身、 1000 メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はアウスバール、ステラベローチェ追い上げてきた、間を挟んでドゥラエレーデ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。アウスバール、このままいけるでしょうか。ボッケリーニ続いています。離れてステラベローチェ、内からはドゥラエレーデ、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。さあ先頭に立ったのはボッケリーニ、プログノーシス食らいつく、先頭はボッケリーニ、ボッケリーニ、ボッケリーニ、勝利です。2着はプログノーシス、ボッケリーニ、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。先行争い何が行くでしょうか。ステラベローチェ前に行きそうです。ドゥラエレーデそれに続いています。さらにはアウスバール、2番ジオグリフ、その後ろ先手を取ったのはステラベローチェ、トップナイフ、それに続きます。その外にノースブリッジ、ここにつけたのがモズゴールドバレル、これに続いてシャフリヤール、その横にボッケリーニ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。外を通ってオーオーアマゾン、チャックネイト、そのうちに続いています。最後方にプログノーシス、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。もう一度先頭から、8番アウスバール、一気に先頭に立ちました。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペースです。ステラベローチェすぐ後ろ、その後ろにドゥラエレーデ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として8番アウスバール、外を通ってステラベローチェ、真ん中をついてはドゥラエレーデ、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。ステラベローチェ先頭、その隣からはジオグリフ、トップナイフ、その後ろ離れてノースブリッジ、さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。さあ先頭に立ったのはジオグリフ、プログノーシス届くでしょうか。ジオグリフこれは体勢決したか。ジオグリフ1着、続いてプログノーシス、その後ろにシャフリヤール、ジオグリフ見事このレースを制しました。スタートしました。好スタートを決めたのはステラベローチェ、オーオーアマゾン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくオーオーアマゾン行きました。続いて前へ行くのはステラベローチェ、プログノーシス、どうやら後方からの競馬では。前の方から見てみましょう。ステラベローチェ先手を取りました。すぐ後ろにドゥラエレーデ、その外からアウスバール、隣にはジオグリフ、その後ろからはオーオーアマゾン、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その後ろにトップナイフ、外を通ってモズゴールドバレル、その後ろにノースブリッジ、ボッケリーニ、そのうちに続いています。シャフリヤール、この馬もこのグループ、チャックネイト、それに続きます。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として9番ステラベローチェ、外を通ってアウスバール、間を挟んでドゥラエレーデ3番手、後続集団も追い上げにかかります。ステラベローチェ先頭、間が空いてドゥラエレーデ、その外からはシャフリヤール、短い直線に入って、後続は届くかどうか。ここで先頭変わりました。先頭はプログノーシス、2番手以降は大きく離れた。プログノーシス圧勝、今ゴールイン。2着にシャフリヤール、3番手にはドゥラエレーデ、プログノーシス見事このレースを制しました。